お聞きのセントギガスーパーファミコン放送、続いては音声連動ゲーム BS 牧場物語私の牧場体験記をお送りします。引き続きこのチャンネルでお楽しみください。 BS 牧場物語私の牧場体験記。始まりました。今回で早3回目を迎えることになりましたサウンドリンクゲームパックインビデオの牧場物語。みんなもそろそろこのゲームにも牧場にも慣れ親しんできてくれてるかな。司会は私田中義武と、そしてアシスタントのまっちゃんです。この2人で1時間丸ごと牧場気分でお送りしていきますので、みんなも一緒に牧場してくれよな。牧場してくださいっていうか、それでは皆さん、イベント広場のニコニコ牧場で牧場物語プロローグを受信してください。番組の仕組みはもうみんな覚えてくれたかな。そう、まずはこのプロローグの受信からこの番組は始まるんだよね。っていうか、せっかくのゲームなのにプロローグ読まないとやり方わかんなくて楽しめないってとかあるし、やっぱ牧場だって結構いいじゃんって思ったりしてくるかもって感じだし。そうです、いやー、まきちゃんもだんだんこのスムーズな番組進行に協力的になってくれたって感じ。やっぱ最初は牧場ってダサいって思ってたんだけど、本当の牧場と比べたらゲームの牧場って全然可愛いし、っていうか本物の牧場ほどはダサくないんじゃないかな的な話ってあると思うわけ。あのな、本物の牧場もダサくねっちゅうのよ。繰り返しご案内します。このサウンドリンクゲームを楽しんでいただくために、まずはイベント広場のニコニコ牧場で牧場物語プロローグを受信してください。では続いて番組進行の紹介です。この番組はプロローグ、本編、エピローグの3部構成になってるんだってことはもう知ってるよね、マキちゃんね。うん、っていうか、このプロローグだけじゃなくって、この後本編とエピローグも受信してもらわなきゃいけないって話もあるってわけ。ほうほうほう、受信するのが3本あるってことなので、そのタイミングがこれ重要なんだね。これがね、だからあの音声の指示にちゃんと従って番組の進行に沿った受信を行ってください。このプロローグが10分までで、その後ゲーム本編牧場物語第3話が放送されるってわけ。最後にエピローグが50分から放送っていう感じ。そうです、この時間を大体の目安にしながらプレイしてもらえると、受信し損なってこの大事なとこを見落とさずに済むというわけですね。プロローグはゲームの説明してくれるんだけど、エピローグではゲーム本編のプレイ評価してくれるんだっていうか、そういう的な話ってあるかもしんないし。そうそう、大事なことですが、このゲームではみんなにそれぞれ独自の目的を持ってプレイしてもらうことになってるんだよね。番組でもさ、ゲームでも、ああしろこうしろっていうのは指示は一切出さない、目的はみんな自分で考えなくちゃいけません。これは世の中っつのはこういうもんだ、厳しいぞ。じゃあ、あの牧場主大募集の話は？それも大事ですね。みんなで決めてもらった目的はエピローグで評価されるだけじゃなくて、ハガキで応募することができるんですよ。自分で勝手に決めて書けばいいん的な話？そうなんです、ラリキン牧場主でも、ボタン押し間違え牧場主でも自由に書いて構いませんよ。前回前々回ともう独創的な牧場主がいっぱい集まったので、スタッフはね、それ一つ一つ読むのに今大変なんだそうですよ。私もそれ読みたいって感じかも。お、特にユニークな牧場主さんにはいろいろプレゼントも用意されてますからね。うちの牧場の花畑牧場グッズがあるんだぞ。何？牧場グッズってばさ、やっぱクワとか斧とかなわけ？いやいやいや、ちゃんとおしゃれなグッズを用意したから。ならいいけど。はい、さあそろそろゲストの紹介だな。はい、前回前々回に引き続きまして、牧場物語のスペシャルリスト、バックインビデオの和田さんです。和田です。っていうか
どうしたんですか。どうしたんですか。いや毎回同じ登場の仕方じゃちょっとマンネリかと思いまして、ちょっとマキちゃんの真似をしてみました。私そんな喋り方しねえじゃん。まあ。シナリオ紹介の時間ですね。前回まででたくさん頑張りましたからね。今回はどんな牧場なんでしょうか。だんだんワクワクしてまいりました。では紹介のお姉さんどうぞ。夏の暑い日差しも次第に心地よい風に変わり、牧場はもうそろそろ秋の装いです。この季節過ごしやすいのは良いのですけど、種をまいても実らないというのが難点。では何をしましょうか。せっかくの安息の日々、牧場なんですから、やっぱりここは牧場の動物さんたちと戯れてみるというのはいかがでしょう。そう、ようやく軌道に乗ってきた牧場経営、やっと牛と鶏を手に入れることができたんです。話しかけてあげたり、ブラシをかけてあげたりすると喜ぶ姿が可愛いでしょ。きっと充実した一日が過ごせますよ。今回ようやく牛が出ますね。やっとこの牧場らしくなってまいりました。あー、畑じゃない。あ、これはひょっとしてこの一面に広がる牧草地帯ってわけですかね。そうです、はあ、今回は農耕はお休みして、牧場らしい仕事に徹してもらおうと思いまして。そうですよね、はい、まあ、あの畑耕すのも大事ですけどね、牧場つったらなんだってこの牛ですよね。そうですよね、牛ってなんか臭くないか。それがな、香ばしい匂いになってくんだっちゅうの。え、生き物なんだから匂いがあって当たり前なんですよ。それが自然ってもんなんです。牛との触れ合い楽しみですね、はい、ここで先日放送した牧場物語トライアル版をプレイしてくれた皆さんからの絵日記の紹介です。広島県の藤川和樹くんは雨から動物たちを守ってくれたようです。京都府の杉原真由美ちゃんは、おやおや、鶏さんを食べられてしまったようですね。え、鶏食べられちゃうんですか。雨が降って柵が壊れてしまったのを放っておくと、野犬が現れてしまうんですよね。超かわいそう、ですからまあ牧場の手入れはこまめに行わないといけないんですよ。そういう常日頃の積み重ねが牧場を大きくしていくんですよね。そうですね。そういえばマキちゃん、なんだか今回はやけに素直に仕事してるね。だってさっさとゲームに行きたいっていうか、でも10分なんだけはどうせゲーム本編は始まんねえべさ。そっか。あ、じゃあ私今トイレ行ってくるから。トイレっておめえ今本番中だぞおい。ほら待てっつーの。このニコニコペナントさえあればっていうか、自由にゲームの中の世界に入れちゃうわけだし、やっぱニコニコペナントだよね。でやんで、このすっとこどっこいもいきなり道のど真ん中に現れやがって、危ねえじゃねえか。もう、あー、やっぱ思った通り牛しゃべってるし。おお、このおいらになんか文句でもあるっていうのかい。もうそういうわけじゃないんだけど、ちょっと様子見に寄ってみただけってことあるし、じゃあまたね。またねって、もうちょっと待ちやがれって。もう、ただいま。ただいまってお前な、仕事中だって意識は未だに芽生えてねえのか。それでは皆さん、そろそろ10分になります。10分になりましたら、イベント広場のニコニコ牧場にてゲーム本編牧場物語第3話が放送されますので、それまでにスタートボタンを押して街に戻っておいてください。お、
いよいよ本編ですね。牛楽しみですね。牛ってなんで時代劇みたいなセリフ喋るのかなって思う的な話ってあるわけだし、おめえ牛と喋ったのかよ。ニコニコ牧場に行ってきたなんて内緒だっていうか、お前本当にわかんねえよな。さっきも言ったように、うん、今回牛尾の道具が加わりましたから、今までとは結構違ったゲームの進め方になると思いますよ。乳搾りにブラシがけ、これまたまた頑張っちゃいましょうかね、はい。それと鶏の世話も忘れないでください。1日でも餌をかかしてしまうと3日間は卵を産まなくなりますから。そりゃ大変ですね、はい。餌忘れて寝ちまわないように気をつけないといけませんね、ほんとね。そうですね。もう一度繰り返します。ゲーム本編牧場物語第3話の放送が始まります。スタートボタンを押して町に戻ってください。受信場所はイベント広場のニコニコ牧場。番組名は牧場物語第3話です。さあみんな、プロローグの方はそろそろ引き上げてゲーム本編の受信に向かってちょうだい。まだプロローグ読み終わってない人は急いでね。和田さん、はい、今回の見どころというか特徴的なところとしてはどんな感じなんでしょうかね。そうですね、今回はもちろん、うん、牛と牧草地が主役なんですけれど、うん、道具の方もちょっと趣向を凝らしてみました。と言いますと、毎回毎回もうマキちゃんに美味しいところをさらわれてしまってばかりなの で、うん、そうですよね、今回は特別に最初からスーパーアイテムを用意してあります。スーパーオノとスプリンクラーを最初から持ってるっていうわけ？そんなのもちろんです、うん、今回はそれに加えてスーパークワを用意しました。何？スーパークワ？はい、スーパークワです。普通のクワですと、ゲームの中では1ブロックずつ耕しますけども、はい、スーパークワを使うと自分の向いている方向にまっすぐ6ブロックを耕せるんですよね。1回にもう6ブロック？はい、6ブロックです。あとでまあちょっと実演してみますけれども、でも今回畑はないって言ってたじゃんかよ。せっかく用意してもらったのにいじいじケチつけること言うんじゃねえよ。いや、畑がなくても無駄にはならないんですよ。でもあの野菜の種はないんですよね。そうです、その代わりに牧草があるんです、はあ、耕した後に牧草の種をまけば牧草が生えてきますよ、はい。牧草地をもっと広げたいという方にはスーパークワはすごく重宝すると思います。なるほどね、牧草地もまずは耕さないといけないですよね。そうです。では早速ですが実演してみますね。そろそろみんなの受信も終わる頃ですからね。受信がまだの人は急いで受信してちょうだいね。ゲームゲーム。ではスーパークワの威力をとくとご覧あれっていう感じでちょっとやってみたいと思いますけども、はい。この辺を耕してみましょう、はい。えいっと、あ、これは6ブロックですね、はい。すごいすごいね。今までだともう一日仕事で耕してたものが、うん、このスーパークワを使えば、うん、一瞬にしてこの広大な、いや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 、すごいパワーですねこれ。これはもう100人力というのは嘘ですけど、すごい6人力ぐらいありますので。あ、もう一回で一つ注意していただきたいことがありまして、ゲームが始まるのはですね、これ夏の終わりなんですよ。あ、秋になってしまう前にこの牧草の種をまいておかないとですね、うん、秋になってから牧草の種をまいた、うん、まいたのでは、芽が出ません。そうなんです、冬に種まいちゃったらもうね、そうですね、雪の下でも縛れでもダメになっちゃいますからね、無駄になりますので、うん、もし牧草地を増やしたい方がいたら、夏のうちにたくさん耕して牧草地を、牧草の種をまいて作ってください。分かった分かった。はい、で、ちょっと鶏小屋を覗いてみましょうか。これが卵ですね。なるほどなるほど。でかい。で、この卵を、卵を返す場所、ここに卵を置いてください。画面でいうと右下になりますけど、これが卵置き場ですね。そうですね。必ず。このゲームの中ではここに卵を置くと、ひよこになります。でこの親には餌やんのピュアギるんでしょ。そうなんですよ、ゲームの画面でいうと上の方にあるのが餌置き場になってます、はい。で貝場をですね、ここから
ってきて、まあ鶏が貝歯本当に食べるのかっていうツッコミはちょっとこれさなしということで、私は見たことないですね。ですよね。鶏は臭くなるみたいな。まあゲームの中ではちょっとお約束ということですね。で注意してほしいのはですね、普通鶏に餌をあげるときはこの目の前にこう餌をポンと置いたりしますよね。ところがこのゲームの中ではですね、ちゃんとこの餌置き場に餌を置いて初めて餌をあげたことになるんです。あ、なるほどね、はい、これをあの間違って餌を渡すの忘れたら3日間卵を産まなくなります。あ、それ大きいですね。大きいんですよね。で、これでちょっとひよこが飼えるところを見ていただきたいですね。何日間で飼うんですか？ひよこはですね、卵はですね、3日間で3日、はい、飼えます。どんなひよこになるんでしょうかね。そうですね、本当はいろいろやることがあるんですけどね、ちょっとひよこを見たいがために進めてしまいましょう。あ、今日は帰ってます、帰ってます。もう3日間経ったということですね。あ、かわいいじゃん。ひよこはどうするんですか？これこれはですね、育つんですね。放っておくとこれまた新しいニワトリになってくる。そうなんですよ、どんどん育って。で、ひよこのうちはこんなたくさんの貝は食べれませんので、餌は必要ないようになってます、ゲームの中では。じゃあ、これはニワトリを何匹にも増やしていいんですね。そうですね。で、その左側にあるのが、今回、これも今回から登場した。あ、牛小屋だ。かわいい。この子には毎日話しかけてあげるとニコッとしますから。ねえ、牛に話すのなんて超恥ずかしいよ。ないけど牛にはね、おーよしよしとこう語り明けてね、よしよしっていうのは田中さんのことですよね。うまいな、うまいな。すいません。いいじゃん、和田さん。ちょっとお茶目すぎましたかね。何がね、親父がもう。じゃあちょっと牛の世話をちょっとしてみましょう。はい。納屋のですね、左下に見える、これが乳搾り機ですね。で、これがブラシですね。はい、これを、この2つの道具を持って、牛小屋の方に行ってきます。いや、もうミルクはつけましたね。そうです、ね、それで、今度は餌をやると。はい、はい、で、ミルクはですね、ゲームの中では中牛、大牛といるんですけれども、はい、大牛にならないとミルクは出さないんですよ。はあ。ああ、出た出た。このゲームの中では最初からもう牛の状態になってますので、これ毎日ですか？そうですね、毎日ミルクは絞れます。で、さっき言ったようにこうやって話しかけたりブラシをかけたりして、牛が笑うたんびにその牛はだんだんその人間の気持ちが分かっていってですね、愛情度が上がっていきますので、今見ていただいた小さいミルクがだんだんM サイズ、L サイズと大きくなっていくんですよ。それもまたね、本当そうなんですよね。愛情をかければかけるほど牛乳を多く出しますからね。はい、なんか不思議。ではですね、今度は牛をちょっと出してみましょう。放牧してみましょう。せっかくたくさん牧草地がありますので、こういう狭い小屋の中だけじゃなくて、広いところに出してあげたいと。いや、それポイントですよね。そうですね。で、まず、このベルを持ちまして、呼んでやると来るんですよ。これはもうね、日本じゃこういうことしませんよ。あ、そうなんですね。これはね、ヨーロッパですよ、スイスとかね。引っ張ってくるんですね。カウベルって言うんだよね。これ本当あの牛の首に下がってるんですよ。こうやって呼ぶってないですね、これはね。まあでも近いものはね、はい、ありますから。で、外に出しておくと餌をあげなくていいんですよ、実は。そうですね、牧草食べますからね、勝手に。あ、そっか。はい、というような感じで、皆さんもぜひ頑張ってみてください。わかりました。はい、
やっぱ牛って可愛いだろ。可愛いけど、なんかでもダサいし、とろくせえし、おまけに時代劇みたいなくせえ喋り方してるし。君ね、さっきから臭いだのダサいだのってね、牛になんか恨みでもあんのかい。あげくの果てには時代劇みたいな喋りだ、なんだそれはよ。だってそうじゃんかよ。っていうか、やっぱニコニコ牧場に行かないとわかんないって感じだし。お前の方がわかんねえよ。じゃあまた私トイレね。おい、またかよお前。ちょっと待てってばこら。おっとごめんよ、どいてくれ。もうってよく見たらまたおめえさんかい。もう、あー、さっきの牛。おー、いいか、よく耳の穴かっぽじって聞いてくれ。もうここは天下の往来で、もうその真ん中でこう何度も邪魔された日には通行人の迷惑にならうってもんだ、このすっとこどっこい。もうだって文句あんだったらこのニコニコペナントに言ってっていうか、これってどこに飛ばされるかってのがいまいちいい加減って感じ。それ的な話ってあんたにもわかるでしょって言ってるわけ。いやね、何言ってやがる。もうおめえさんの話はちんぷんかんぷんなんで。もう分かったっつーの。のけばいいわけっていうか、のいてあげるからさっさと通ればって言ってるんだし。おうおう、こっちたらちょっと訳ありで急いでんで。もう、もうどうでもいいけどさ、あんたの喋りってもうすんげえダサダサって思ったりするんだけど。でやって、おめえさんの喋りの方がよっぽどおかしいってもんで。もうそんなやつから言われる筋合いはねえだろうがよ。もうもうあんたもうやかましいし、なんか臭いし、急いでんだったらさっさと行っちゃってほしいってわけ。おうおう、じゃあお先に失礼させてもらうよ。もう、あ、ちょい待ち、あんたなんか落としたよっていうか、ほらそこに落ちてんのあんたのじゃないかって言ってるわけだし。ちっ、こいつはおいらとしたことがもうカカの作ってくれた大事な昼飯を食い損ねちまうところだったぜ。もうそれってお弁当なわけ。なんだ、ただの草じゃんかって思う的な話ってあるっていうか。おいらのカカの作るもんにケチつけようってのか。もうこいつはデージなデージな貝歯を愛情を込めて握りしめた貝歯握りでいい。もううちにある貝歯はもう残り少なくてよ、こいつが最後の貝歯握りってわけでいい。もうなんか最後のご飯って貧乏たらしいっていうか。聞いておくんだぜ。もう最近牧草を買ってくれる人がいねえばっかりに貝歯が底をついてしまいまして、もう牧草さえ買ってもらえたら買い場には不自由しねえってもんよ。もう、ああ、あの牧草っていちいち買ってやんなきゃいけなかったっていうか、でもいちいち買ってるとあの広い牧草地のことだし全然借りきれないって感じ。おや、おめえさんスーパーカマを知らねえと見えるもん。スーパーカマ、おーよ、スーパーカマよ。もうこいつがありゃいっぺんに周りの草が全部枯れちまうって寸法よ。もう、教えなさいってば。そのスーパーカマっていうか、それくれたらあんたんちの貝歯を買って買って借りまくってあげるって言ってるわけだし、とにかくその方があんたのためになるって感じ。おっとごめんよ。もうおいら先を急いでるんでね、もうまた次の機会にでもお会いしやしょうや。もうそれじゃごめんなすって。もう、ああ待ってってば。っていうか、ああ逃げられちゃったじゃんか。もう劇真面目か。仕方ないからスタジオに帰ってみるってわけ。あ、今戻ってきたよって感じ。で、君どっから入ってきたの。トイレに行ったと思ったら気がついたらすぐ後ろにいるしな。直接スタジオに戻っちゃったら超まずかった的な話ってあるかも。もういい、番組続けましょう。で、何の話でしたっけね、和田さんね。確か乳製品の話でしたね。そうだべ。知ってか、マキちゃん、牛乳からはな、バターにチーズにヨーグルトに、それはいろんなもんが作られるのよ。知らない。そうですよね、牧場で作られた天然物のバターやチーズってすごく美味しいんですよね。そうね、バターって脂肪分多いから太るじゃんか。私バターよかマーガリンの方がいいかなって思うとこあるし。甘いなあ。まあ、もうね、バターのね、本当の美味しいの食べたことないでしょ。あのね、どうやってバターが作られるかマキちゃん知ってっか。知らない。牛乳をね、ちょっと生クリームを入れてね、振るんですよ、5分間思いっきり。あ、そうです、ね、って振ったら5分後にはですね、
丸く綺麗にバターができるの。量産固まってくるんですよね。振ることによって分離した脂肪分が固まってバターになる。で普通ね売ってるバターってどんな色？黄色。黄色じゃん、本当のバターはね、薄いクリーム色なんですよ。そうですよね、白っぽい感じですよね。そうですね、お店で売ってるのと比べて。それを美味しく見せるために黄色い色を入れちゃう、色入れちゃうの？ちょっとやっぱ俺としたら、そういうことあんまりしてほしくないなって感じするんだよな。でチーズっていうのは、牛にはね、胃袋が何個あるか知ってる？一つじゃないの？一つじゃないの、はい、あ、これはもう得意になっちゃいます私何個？4つ4個あるんですね。そうですよね、牛の胃袋は4個あるんですよね、その中の一番子牛は、4番目の胃袋が発達してて、そこにお母さんから飲んだ牛乳を一番吸収されやすく貯蔵しておくのが4番目の胃袋なんですけど、それが実はチーズ状にして4番目の胃袋に貯蔵されてるんですよね。へー、チーズっていうのは牛乳に乳酸菌だとそのレンネットっていうね、ちょっとこの専門的なんですけどね、それが4番目の胃袋から出る酵素なんですけど、ですから赤ちゃんがまだ吸収とかいろんなことできない赤ちゃんがチーズを食べると一番吸収されるんですよ、体に。だから体にいい。今度お年寄りになると骨粗しょう症っていうのがありますかね、骨がもろくなるのね。それなんかにもチーズ乳製品はすごくいいってことなんですよ。だから太る太らないじゃなくて、人間の命にこれは非常にいい形に乳製品というのは関わるんですよね。だからこれをですね、太る太らないという単純な理由だけでね、グダグダ言う私は小ギャルの気持ちがわからない。目が太っちゃうじゃん。マキちゃん、うちに来て本物の牛乳を、本物の乳製品を一回食べなさい。よかった。わかったか？やっぱうちの出す天然の牛乳から作られた食品の方が健康にも美容にもこれぴったしだべ。そうか、バターの方が綺麗になれるっていう話？そうよ、うちの牧場で天然の牛乳で作られたこのバター食ってみ、それはもうツルツルスベスベのお肌間違いなしってこったな。そういうもんか。そう。あ、私またトイレ。でお前さっきから何度も席立ち上がって、お前一体トイレに何見に行ってんだよ。もうよしよしったら、女の子にそういうこと聞くなんてデリカシーないっていうか、女の子にはいろいろあるっていうわけ。いろいろあってもいいけどな、今番組の収録中なわけだし。おいおいおい、ちょっと待って。じゃあまたね。おいおい。で、いつもだったらここでさっきの牛がいるはずなんだけどっていうか。おおよ、
まだおめえさんかい、もう。ああ、やっぱ牛だし。落ちたら急いでるんだって、さっきから言ったろうが、もう。だって、スーパーカマの話をまだ聞いてないじゃんっていうか、あんた急いでんの分かってるけど、会話が欲しいってわけじゃねえのかよ。でやんで、じゃあ何かえ、もう、うん、スーパーカマさえあれや、おめえさんがうちの会話をなんとかしてくれるって言うのかい、もう。さっきからそう言ってるわけ。よっしゃ、任しとき。もう、そこまで言ってんなら話は別だ、もう。スーパーカマを手に入れる方法ってなとこを教えて死んぜよってな寸法よ、もう。嬉しい、マジ。おう、あたぼうよ、もう。こしたら3代続いた牧場っ子、おてんと様に誓って嘘は言わねえやい、べらぼうめい、もう。じゃあ早くってば。おうおう、こしたらじじいの代から気が短いのが心情よ、もう。パパパパッといくからよく目ん玉見開いて見とくんだぜ、もう。ほら、こうしてこうの、それはもう。あ、スーパーカマって今の早すぎて全然分かんなかったって感じ。もう一度最初から説明してって言ってるんだし。もう面倒な甘っ子じゃねえか、もう。いいか、二度と言わねえから心して聞けよってんだ、もう。オッケー。でんで、まずは家に入る、もう。まずは家にっていうか、次にセレクトボタンを押す、もう。セレクトボタンって感じ。いいか、忘れるんじゃねえぜ、もう。この時には文字が表示されきるまでじっと我慢の子で、もう。っていうか、文字が全部出るまで待つわけ。でだ、もう、うん、最後が肝心要のとこだ、もう。正確に左 L 右 R のボタンを順に入力するってな寸法よ、もう。左 L 右 R みたいな。おうよ、左 L 右 R っていい。やっぱスーパーカマっていうか、おおおお、会話をスパスパって話は一体全体どうなっちまったんで、もう。分かったってば、せっかちなんだからもう超うざってって感じ。早いとこすっぱりやっとくんな、もう。この牧草地ねっていうか、えい、あははは、嬉しいじゃねえか、もう。これでオイランチの会話もあふれんばかりの大豊作で、もう。ところでさ、あんたってば、なんだかさっきからずっと急いでたんじゃなかったっけかっていうか。あっと、いけねえいけねえ、もう。忘れちまうところだったじゃねえか、もう。ありがとよ、思い出させてくれて、もう。でさ、一体なんでそんなに急いでんだってわけ。おうよ、うちのカカアがおめでたなんで、もう。赤ちゃんができるってこと。でやんで、今にも生まれそうだってんで、さっきから取り上げババを探してるんで、もう。ところがこんな大事な日に限ってルスト来てやがる、もう。こっちとらもう大弱りってわけさね、もう。そりゃ困ったじゃんっていうか、私そういえば牛のことなら任せろってな、熱血親父を一人知ってるかもしんないんだけど。そりゃ大助かりってなもんで、もう、うん、ちょっと待っててってわけだから、それ的な話ってあるわけだし、超特急で連れてきちゃうって感じ。さて次の曲。よしよし、そんなことやってる場合じゃないっていうか。おい、マキちゃん、君いきなし現れてなんだっていうわけ。もうとにかくよしよしの力が必要なんだってわけ。必要って言われてもだよ、今番組の収録中なんだぞ、うん、そこらへん分かってくれるかな、マキちゃんな。もうじゃあいいから、あとは私がちゃんとやっとくから、とっとと行ってきちゃってって感じ。おいおいおい、あれ、田中さんはどこ行っちゃったんですか。いいからいいから、じゃあさ、次の曲行くからっていうか、水前寺清子さんの曲で365歩のマーチで行ってみようって感じ。さあ歩け歩け。進んで2歩下がる、自由
足跡にゃ綺麗な花が咲くでしょう。腕を足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け、それワンツー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 。幸せの扉は狭い、だからしゃがんで通るのね。どこだべさ、おおめえさんかいも、取り上げババの代わりになってくれるお人はよ、もう牛が喋ってる。おお、牛が喋って悪いってのかいも。当たり前だろがよ、ここは一体どういうとこなんだ。ここかいも、ここはニコニコ牧場ってんでいも。ニコニコ牧場、まさかマキちゃんが時々口走ってたあの意味不明のセリフって。ディアンデイ、くだらねえごたくはいいからよ、オイラのカカアの面倒見てくれるのか見てくれねえのか、どっちなんだかはっきりしてくれ。もうおめえの奥さんどうかしたってんだべかよ。こっちとら気が短いんだもん、赤ん坊が生まれそうだってんで慌ててんじゃねえかも。赤ん坊、牛の出産ってわけかい。おうさも、はあ、なんだかよく状況が飲み込めねえけど、困った牛がいるってのに放ってはおけねえな。どこだ、俺見てやる、奥さんのとこに案内してくれ。そこの牛小屋でいも。カカ、今帰ったぞ。もうちゃんと取り上げババも連れてきたもん、安心しろってんだもん。俺はババじゃねえっつのよ、まあ、とにかく見せろ。あー、こりゃ厄介だ、こりゃサガゴだ。サガゴ、あだまど後ろ足がお腹の中で逆さになっちゃってんだよこれ。よし、しかしこの牧場なら何でも来いの田中義滝が来たからには大船に乗ったつもりで安心したんさい。おー、任せたぜ。もう頑張れ頑張れ、デラメイ、こっちとら3代続いた牧場っ子でいも、サカゴがなんでいも。よしよしよし、もう少しだ、ケプレイ頑張りやがれいも。出るぞ、空ま、あー、頑張った。なんで、よくやったぞ、カカ。もうなんかとんでもないことに巻き込まれてしまったようだけど、なんとか無事事なきを得たようだな。おう、礼を言わせてもらおう。もうありがとうよ。もういや、俺も命の誕生に付き添えて満足だべさ。てやんねえ、こんちくしょう。もう元気な子供とカカアの姿見てたら、なんだか涙が出てきちまったじゃねえか。もうよかったな。
さて、俺は他の仕事もあるし、そろそろ帰らせてもらうとすっかな。おう、達者でな、もう。じゃあな、元気でやるんだぞ。って俺は一体どうやって帰ればいいんだ。牧場物語、まっちゃんの牧場体験記。よしよしが仕事サボってどっか行っちゃったままなので、私が代わりに番組を進めちゃいますって感じ。大丈夫なんでしょうか、私たちだけで進めちゃって、うん、だってっていうか、よしよしいないんだからしょうがないじゃんってわけだし、それ的な話ってよくあることだし。はあ、まあ仕方ないですね。では続いてまたゲームのプレイです。っていうか、あたたたたた、た田中さん、あー、よしよし戻ってきたってわけ。あ、ここがスタジオだべ、うん、いや、やっと戻ってこられたか。もう一時どうなることかと思って。はいはいはい、はい、仕事サボってた人は置いといてっていうか、番組は続いてゲームのプレイです。和田さん、お願いします。あ、はい、ではゲームの続きです。はい、一体何がどうなってんのこれ。もうサボってた人はぶつくさ言わないってわけ。はい、仕事仕事って感じ。は、はいはい、では牧草を狩るコツなんかをちょっと。あー、ならやっぱスーパーカマなんだし。スーパーカマだ。あ、またなんかアイテムが出んのかい。いや、今回のスーパーアイテムは最初に言いました通り、もう出てますから、このスーパークワ。だってまだあんだっていうか、ほらみんなもやってやって。お前どこでそういう情報仕入れてくるんだよ。とにかくまずは例によって家の中でセレクト押すってわけ。まあとにかくやってみましょうか。家の中に入ってセレクトボタンを押して、そしてメッセージが表示され終わるまで待つんでしたよね。そしてボタンが左 L 右 R っていうか、お素敵な話あるし。どうですか塩梅は。左 L 右 R と。あ、何やら金色の鎌持ってますよこれ。おかしいな、今回は最初から出したからもうスーパーアイテムないはずなのにな。私に任せとけっていうか、なんだか今回も美味しいとこ持っていかれてますね。なんか悔しいですね、納得いかないよな。ちょっとまあとにかく使ってみましょう。はあ、これはスーパーカマねえ、うん、出るはずのないアイテムなんですけど、ね、スーパーオカマツの怖いですね。やだよしよし。これは本当に便利なんですよ。え、何するんですか。あ、こうやってですね、うん、成長した牧草をパーンと。すげえ、すごいんですよ。ハマイたちのように大回転という感じでですね。あ、この技面白いですねこれ。いっぺんにこの牧草地というか貝場が増えていきますからね。9個取れるんですね。そうです、自分の周りのブロックすべてが。これ目回りませんか。回るんですよ。回ります。こう何回も何回もやってるとですね、そのうちもう目が回って動けなくなっちゃいますから。フラフラになりますよね。それはまあ本当は目が回ってるんじゃなくてですね、体力がなくなってるっていう話はあるんですけどね。バレちゃう。スーパーアイテムっていうのはすごく便利だし作業は効率的になるんですけども、それだけゲームの中では体力の減りが早いんで。それ補充するのはじゃあどこですればいいですか。それはですね、寝るしかないですね。寝る。シンプルですね。そうですね、まあ、ただこうやって Y ボタンを使う作業はできなくなりますけれども、例えば牛に話しかけたりとか、作物卵を出荷したりとか、はいはい、その体力を使わずにできる仕事っていうのもありますから、体力がなくなったらもう一日は終わりだっていうことはないんですよね。うーん、さあ皆さんもぜひこのスーパーカマを有効に活用してみてください。
いやー、牧場物語いいですね。回を増すごとに面白さが分かってきたような気がしますよね、マキちゃん。スタジオというのはこちらですかな。あー、大地の神のじいさんって呼んで。おめえさん、こんなとこにいやがったのか。もう、あ、お前はさっきの喋る牛。この牛がぜひともお礼を述べたいと申しますのでね、無茶を承知の上でこうしてやってきたというわけなんです。もうどうすんのよ、こんなとこまで押しかけちゃってさ。いや、しかしこの間あなたに言われてしまいましたからね、あなたの都合もあるので勝手に呼び出さないでくれと。いや、ですからこちらからお伺いするしかなかったんですよ。だからってこんな狭いとこに牛なんか連れてきてどうすんのっていうか。あー、そこで一人伸びちゃってるし。牛和田さんにはショック大きかったってかな。あー、いや、それは申し訳ないことをしたかもしれませんね。まあそうよっていうか、もう少し考えて行動してくんなきゃって思ったりするわけ。おいおい、マキちゃん、さっきから声だけ聞こえてんだけどもよ、この声と牛とはマキちゃんのお知り合い？もう何言ってんだか。ほら、そのゲーム画面のニコニコ牧場の世界の人たちじゃんか。ニコニコ牧場？ゲームの中？おおおおお、こちとらそんなにグズグズしてらんねえってんだもん。おお、そうでしたね。さあ早く用件を済ませてしまいましょうか。用件？カカアがよ、生まれた子供にぜひおめえさんの名前をつけてって言ってんでいもん。是が非でも名前を教えてくんねえかも。あたしの名前？まあいいけどさ、香りってんだけど。あれ、マキちゃん、ん、マキって名前でないのかい。あたしがいつそんなこと言ったってわけ。マキコとかマキエならわかるけどもよ、香りって名前でなしてマキちゃんなんだべ。もうよしよしったらダサダサ。今時自分の名前にちゃんつけて呼ぶ子なんていないっていうか、マキってのは名字に決まってんじゃんかよ。名字？もう当たり前じゃんか。私の名前ってマキカオリって言うんだってば。よしよしってば、ずっと私のことをマキって名前だと思って呼んでたってわけ。なんか超エロジジー的っていうか。誰だって普通そう思うでしょうがよ。そんなこったどうでも構やしねえってんだもん。カオリだな、もう勝手だ。オイラの娘の名前は香りに決まりでいい。もうあなたは今回もまたニコニコ牧場を救ってくれましたね。いや、ありがとうございます。なんか照れちゃうなっていうか。おう、じゃあオイラは帰るぜ。もうおめえさんも達者でな。もうまた行くから赤ちゃん見せてねって感じなわけ。いつでも来な。もう大歓迎でいも。またこれからもニコニコ牧場をよろしくお願いしますよ。和田さん、和田さん大丈夫ですか。うーん、あれ牛は、うん、牛ですよ。もう帰っちゃったよっていうか。牛が出たんですよ。いやー、和田さん、もうゲームのやれすぎで幻でも見ちゃったんでねんすかね。牛の幻見るほどに牧場にこの思い入れてくれるってのは俺としては嬉しいけどね。本当に来たじゃん。あー、いいんだってば。和田さんには刺激きつすぎっから、そういうことにしとくべっつのよ。あ、ご案内します。牧場物語エピローグの放送が始まります。次の方法でゲームを終了してからイベント広場のニコニコ牧場にお集まりください。牧場の左上の隅にある家の中でセレクトボタンを押すと確認メッセージが表示されます。これが全部表示されるのを待ってから LR
LR を順に押すと牧場物語を終了して BSX の街に戻ります。さてなんだかドタバタやってるうちに、うん、運命の評価がやってくる時間になってしまいました。そう、エピローグの受信時間です。今回はどんな評価なんだろうっていうか、番組の頭でも説明したかと思いますけど、ここまでのみんなのプレーを評価しちゃうエピローグの放送が始まります。みんな切りの良いところでゲームを終えてエピローグの受信を始めてくださいね。あ、ゲームの終わり方は、家の中でセレクトボタンの後に LR、LR です。エピローグが始まったら評価画面をじっくり読んで一喜一憂してちょうだい。自分の目的通りの評価が出たりしちゃうと嬉しいかもしれないですね。はい、でも私たち制作スタッフにも想像もつかないような目的を持つっていうのもまたそれはそれで価値あることですから、うん、目的通りの評価が出ないからって、落胆することはないと思いますよ。繰り返しご案内します。あなたのプレイを評価するためにイベント広場のニコニコ牧場で牧場物語エピローグを受信してください。ゲームの終了方法は家の中でセレクトボタンを押してから LR、LR です。さあ、いよいよ評価画面です。今回はどんな牧場主って感じ？まだゲーム本編をやってる人もそろそろエピローグを受信して評価画面にしてくださいよ。さて、今回はこんな評価になりました。これ和田さん、どのくらいの評価があるんですか？たくさんあります。とりあえずたくさんって言われてももう相当ありますか？まあ相当ありますね。でも今回は動物が出てきたっていうことでやはりちょっと評価が違ってきますよね。そうですね、動物を中心にやっぱりやりますから、初めてやると、はい、そういうことをやった人にはそれなりの評価出てきますし、例えば俺なんか牛好きとしては、何回やってもやっぱ同じ評価に行きますか？そういうこともないんですよね。まあもちろん厳密に同じことをすれば同じ評価っていうのは出てきますけども、やっぱりいろんなことをできますので、うん、やっぱり同じようにプレイしてるつもりでも実は違うことをしてたりとかね、うん、いろんなところを見てますので、思わぬところで自分の違った評価が出てくるってこともあるわけですよ。あと人が変わると評価はまるで違ってくる、ね、変わります。それはもうもちろんのこと、同じ人が遊んでもいろんな評価が出てくるっていうね、そこが面白いところなんですよね。そうですね、あとやっぱこれからはあれですね、一つこだわりを持つっていうのがいいですね。そうですね、例えば鶏、もう鶏牧場主、そうですね、あと牧場主ですね、あともう本当は牧草畑だけに埋め尽くすとかね、なんかワンテーマでやると評価が楽しみみたいですね。そうですね、海馬使わないのに999個貯めてみるとかね。あ、俺はね、もっと経営的な部分でね、はいはい、卵売ったり、はい、牛乳売ったり、はい、大金持ち牧場主、あ、私もそれがいいこれ狙いたいんですよ。成金牧場主っていうのがちゃんと用意してありますので。なるほどね、それいいじゃん、それ目指しましょう、ね、はい、そうですね、まあ、皆さんそれぞれの目的を持ってまたチャレンジしてみてください。はい、それでは牧場主大募集の案内です。今回は今までとはまた違った牧場主が集まるんじゃないかな的な話もあると思うわけだし、うん、みんな独創的な牧場主を書いてきてくれてるので、うん、もう選ぶのがとっても大変らしいぞ、うん、さっきねスタッフがね大変だって言ってた。お、うん、今回もな、頑張っていろんな牧場主を考えて送ってくれよな。
あなたの牧場主タイプをハガキに書いて送ってください。エピローグで表示されたタイプをそのまま書いても構いませんし、自分なりのタイプを考えて送っても構いません。あなたの独創的なプレイを番組側で選考しますので、枠にとらわれずに自由に自己評価してみてください。ただし、どちらの場合もハガキ応募例の画面に書かれたパスワードの記述をお忘れなく。今回はやっぱ牛と鶏が鍵になってくるでしょうね。そうですね、やっと牧場らしくなってきたというわけですから。でも他にもすることはいくらでもあるんだし。考えすぎるとな、寝られなくなっちゃうかも。そうですね。ここで再び絵日記の紹介です。先日放送の牧場物語トライアル版をプレイしてくれた皆さんが送ってくれた中からまた何枚か紹介します。静岡県の板倉康平くんは雨の中に牛さんを出してちょっと驚かせてしまったようです。北海道の七種のゴンベイくんは颯爽と馬にまたがって気持ちよさそう。馬はいいですね。次回は馬が出ますからお楽しみに。あー、七種のゴンベ、自分の名前書き忘れちゃったんですねこれ、うん、牧場主大募集の方ではそういうことないように気をつけようね。私ならそんなヘマしないし。この番組はパックインビデオ、任天堂、セントギガの制作でお送りいたしました。カセットいっぱいの愛をあなたに、新感覚ほのぼの自然派ゲーム、パックインビデオ牧場物語、好評発売中てなわけ。わしじゃ、一体じゃ。次回のサウンドリンクゲームは懐かしの名作が復活、 BS 新鬼ヶ島の登場じゃ。9月29日からの BS サウンドリンクゲームは待望のアドベンチャーゲーム BS 新鬼ヶ島です。ディスクシステムで大人気だったゲームが BS サウンドリンクゲームで生まれ変わりました。今回はお供の犬、猿、キジが主人公です。ディスクシステムで鬼ヶ島を楽しんだ方も、初めてプレイする方も大満足できる、まさに鬼ヶ島外伝。9月29日からの BS サウンドリンクゲーム BS 新鬼ヶ島、どうぞお楽しみに。絶対聞いておくれ。